僕は進行するということですので、何かご質問のある方は今日は聞いていただけたらと思います。はい、相当な稽古をしておられると思うんですけど、本番明日に控えて、手応えと直前のあたりとか、あの、そうですね、僕はこの作品を、日本に今までにない機会を持ったというふうに書いてきたらなと思って、自分でもそれは感じているので、その世界基準で戦えるようなアマージュになるかなと思います。自分はですね、お稽古をやっていくうちに、こう、ナルト役の高台を今言ってくれたんですが、本当にこう全く今までにない新しい形で の、 アプローチの仕方というか、まあ、そういうなんかいろんなこう、見て楽しむだけじゃなくて、こうさらにいろいろ楽しいことがたくさん盛りだくさんで、自分たちも劇場に入って、何回も大物みたいな感じでしていたので、明日初日から絶対に皆さんを思って寄せる自信はあります。はい、はいはい、今回本当に初めてやることがたくさんあって、すごい人もみんな一人一人がすごい自分の中だったりみんなと戦っていました。まあ、そんな中で、すごい皆さんを楽しませていただく自信も私はあります。以上で、以上って言ってます。あ、以上です。はい、もうどんどん、はい、3人に言われちゃったんですけど、身体的な面でもすごく初めて挑戦することがそれぞれここに課題がスタートしたので、たくさんある状況が始まったので、きっと初日が明けても緊張した状態で、舞台が進んでいくんじゃないかなと。ある意味こう気の休まらない舞台ではあるんですけど、その分の熱量がお客さんに伝わるんじゃないかなというのは感じています。以上です。手応え、はい、まだちょっと正直、まだ舞台稽古も段階で手応えって言ってる場合じゃないんですけど、皆さんにいい形で手を切るように頑張ります。はい、以上です。他にご質問があるのか。金沢さんにご質問なんですけど、今回1巻から27巻というのも非常に長いストーリーを、舞台付けに直されるんですけども、その辺の苦労したとか、ここは見どころみたいなところをちょっとネタバレにならないといいなと思います。ですね、やっぱ27巻を2時間今日の舞台にするのはやっぱり非常に難しいことなので、一部バッサリカットしているところもありますし、けれどもやっぱナルトって一つの大切な一貫したテーマが常に流れてるんですよね。やっぱり何のために生きてるのか、どうして生きていけるのか、それは大切な人がいるからとか、その存在意義みたいなことをみんなガーラにしても、みんな悩んでいるので、そこをテーマが一貫して続けば一つの舞台できるかなっていうことで、ちょっとネタバレとか内容的なことは言えないんですけども、そのような形でまとめてみました。はい、以上です。他に、はい、はい、児玉さんにお聞きしたいんですけど、原作者の岸本先生からの何かコメントとかアドバイスをいただいて。岸本は、ただ皆さんのビジュアルが解禁されたときに非常に喜んでいらっしゃったっていうのはお伝えしました。また個人的に同い年なので、早くお会いしたいなとこんなすごい素晴らしい話を書く人はどうなんだろうと思います。でもジャンプのコメントをいや、配役がバッチリ。そう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 。それでも見た目だもんね、まだね。そうですね。内容はこれから。ありがとうございます。はい、じゃあその分見た目が完璧かもしれないですね。動きの方っていうのはどうですか、その自信の時とか。多分アニメとかでね、はい、見た目の動きまだできないと思うんですけれども。はい、やっぱり動きの方は
しっかりと術だったりとか身体的なことはみんな稽古初日からもうみんな一人一人がアプローチしてみんなしっかり見せれる状況になるので本当に感謝自信になります。フォークの どんな、まあ、アプローチというか、対応というのか。そうですね、その全体で筋肉トレーニングの時間があったりとかストレッチの時間があるのでそういうみんなと一緒にこうどちらかというと体幹だったりとかいろいろしたりとかが多いので言葉があんまりいらなくても楽しめる、作品が多いんですね。
なので、今回もちろんナルトなのでストーリーも、まあ、満載ですし、セリフはいっぱいありますけれども、セリフが、まあ、分かっても分からなくても楽しめるような展開の速さというか、そういう演出になったらいいなと思います。ありがとうございました。皆さんご質問いただいた通り、例えばビジュアルなんかもこのように、まあ、いろんな形で格好をしたりとか、漫画はもちろん素晴らしいですので、アニメーションも素晴らしくて、で、まあ、我々が舞台をやるということでいうと、どういうふうに舞台でじゃあナルトを皆さんに提案できるかって考えたときには、その先ほどね、小野さんおっしゃったけど、漫画やアニメではできない仕方、それはやっぱライブであるということだけだと思うので、ライブでどういうふうに体感してもらうかということを、まあ、キャストスタッフ全員で日々相談をしながらやっておりますので、最初にこの我々が作る舞台版のナルトというものを体感しに来ていただけたらというふうに、皆さんにぜひお客様に言っていただけたらありがたいかなと思っております。皆さんもぜひ本番いらっしゃってください、ね、お待ちしていますので、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。